チェーザレ・マルディーニ、チェーザレ・マルディーニは、イタリア・トリエステ出身の、元同国代表サッカー選手、監督。元イタリア代表のパオロ・マルディーニは息子である。1952年に、地元のクラブチームトリエスティーナでキャリアをスタート。1954年に、AC ・ミランへ移籍し、チームの中心選手、また、キャプテンとして活躍。 1963年にはヨーロピアンカップで優勝を果たして、イベリア半島から最初にビッグイヤーを持ち出した、サイのキャプテンとなった。1967年、トリノに在籍したのを最後に現役を引退。以降は指導者としての道を歩み、若手の育成に力を注いだ後、パルマ AC や AC ミランの監督を務め、イタリア代表監督として1998フィファ。 ワールドカップフランス大会、パラグアイ代表監督として2002フィーファワールドカップ日本愛官民国大会でチームの指揮を取った。2016年4月3日、ミラノにおいて死去したことが伝えられた。84歳ボーツ。ありがとうございます。